はい、藤子です。猫のご飯が高すぎるということでね、いつも我が家はニャンコに健康でいていただきたいので、ロイヤルカナをねあげてたんだけど、もう値段がさ倍ぐらいになっちゃってるわけ。そもそもロイヤルっていうぐらいだからさ、高いのにさそれが倍ってことはさ、ちょっとこれを上げ続けるわけにはいかんぞってちょっと思ってな。だからといってダウングレードするっていうことも考えたんだけど、添加物たっぷりのご飯をにゃんこにあげるっていう気持ちにはやっぱりどうしてもならんからな。添加物で病気になられるよりは栄養失調で健康で、健康じゃねえな、二択だとしたらどっちかなって言ったら栄養失調の方かなって私は判断したので、普通に人間用にね炊こうと思ってた玄米浸水してたんだけど、ちょっとロイヤルガナンの代わりに玄米を代用して、まあもしかしたらこれがいいきっかけだったのかもしれないって思うよね。世の中食べ物全部添加物だらけでさ、人間ならいろいろと種類があるから選ぶこともできるけど、ニャンコ種類ないからね、手作りご飯をあげるいいきっかけになったのかも。とりあえずあまりめんどくさいことは続かないので、いつも朝ロイヤルカナンの上にこのね缶詰をトッピングしてあげてたので、玄米をロイカナの代わりにして、では水気を切ってきます。で、このご飯はこのカップに1杯分の玄米を水に浸しておきました。で、だいたい1合分だと思われるので、これでだいたい2人前2膳分ぐらいっていう感じ。同量の水を入れます。これを炊飯モードで炊きます。はい、ではご飯が炊けました。じゃじゃん、ここに黒缶をあげてたんだけどね、黒缶が売られなくなってきちゃったんで、ほとんどが魚政はこの増粘多糖類がちょっと嫌なんだよね。黒缶にはこのゼリー仕立てじゃないから増粘多糖類が入ってないんだけどさ、ここに混ぜていきます。あー、しまった。これで食べてくれるといいんだけどね、食べてくれなかったら泣くな。手作りご飯っていくら工夫しても全然食べてくれないんだよね。うちは5匹なのでこんな量ですが、で、まあこの量は1食じゃ多いだろうからね、さすがに2食ぐらいに分ける感じかな。生臭い。分ける場合にはどこで保管しておくか、それが問題だ。こんなもんかね。まだほかほかだけど、にゃんこの下には大丈夫かな。待ってるからあげるか。食べてくれてるかな。いや、あれ食べないな。食べないか。あれ、むちゃくんはランチなのに食べてくれてる。くちゃんは食べてるね。はい、ネイタンは美味しかった違うらしい、悩んでおります。
でもまーちゃんは美味しそうに食べてくれてる。よかった。大きい子は食べ始めました。グルメな女子イズが手をつけてくれにゃい。じゃあ食べたい子は食べてという感じでな。匂いが生臭くてきついけど、にゃんこには美味しいらしい。なんや、なんだかんだと結構食べましたね。どうする、ちょっと温める、そして冷ましてからにするかな。ただいまちょいと温めております。玄米が少し柔らかくなるかな。そろそろいいかな。冷ましてから猫舌のにゃんこにはあげます。昼間と違って食いつきが悪いですね。最悪、必殺煮干しをトッピングするつもりで買ってきてあったけど、昼間の勢いだとこれはいらないかって思ったのにな。タムちゃんが食べてなかったからそこが問題だな。まあとにかく時々玄米でにゃんこご飯あげてみてもいいかもしれん。タマちゃんそこなの？そこはゆりちゃんのトイレですよ。タマちゃんそこじゃないよ。ギリギリセーフ。